最初はあ、ちょっと実績の方こう言ってきて、いや、ご紹介でいいですか、ちょっと どなたですかっていうのを、どなたですか今日こそは勝とうと思ってすぐ来ちゃいました。栃木2回一般優勝してる高橋くん、はい、高校インターハイ16、はい、その後朝日大で活躍してて今社会人1年目ほやほやおわあこれできましたね。さすがにもう負けないだろうと。おーおーおー、 YouTuber ですよこれ。お選手だから、トップ選手だから YouTuber 上げすぎ、大丈夫ですか。引退してない。あ、やばい、引退してない。上げてますけど今緊張しないで、自然のそうだよ、大丈夫、勝てます。今日は勝てます、はい、だそうなのでちょっと僕もね、はい、抵抗して頑張って、やばい、上げちゃった、緊張しない大丈夫、対抗して頑張っていきたいと思いますので皆さんよかったら最後まで見てください。はい、お願いします。お願いします。お願いします。頑張って、お願いします。さあ、よし。
しよし、やあもうか、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、どれ、やー、ちょ、やー、よし、さあ、よい、おつらつらで、よっしゃ、やりました。ご視聴ありがとうございました。カメラ慣れてないねって言ってた。やっぱ YouTuber ってカメラあるだけで相手に結構プレッシャーかかってると思う。確かに、いや、カメラ関係ないっすね。あ、実力の負けだった。違うと思うな、言い訳して。違うと思うな、君はもっと強い。 YouTuber 人が言い訳してる。今1年目で、ね、しっかり研修やってるから、言い訳をしないと。で僕は違う、カメラ回ってるから今忙しい時期です。いっぱい覚えることも大変だと思うんで、その中でやっぱ集中、ね、卓球をやってる。それでこの強さは僕磨かれたらちょっとやばいです。上から来ますね。こうやって言ってますけど、強いって言ってるから自分はもっと強いみたいな。いや、そうそう、多分出してるっす。そう、強いか。確かに強い、確かに強い。彼は栃木元気から結構いやいや、多分やばい、行くと思うね。いや、本当に相手によって僕結構その波がすごいんです。いや、強い。サーブハマってくれたらやっぱいける。マジで飛びます。後半聞いてきたんで。あれは何なの？はい、後半だって変えたの。前半もう分かりづらく出してたんですけど、後半もうドリブとショートをだいぶ目に入ってて、レシーブしたら、あ、食べたら、あー、うるさい、うるさい。戦術ですよね。その中でやっぱ台上コード意識してくるんで、そのタイミングでロング出せばやっぱ、あ、そしたら両方待たないといけなくなる。YouTuber 強いですね。強い YouTuber。 もうやっぱ常に自分の動画見てるんで。あー、研究、自分の、はい、勝手に研究しなくても研究になっちゃってる。はいはいはい。次はまだね、また機会あれば、ぜひお願いします。リベンジお願いします。はい、じゃあ待ってます。あ、じゃあ、じゃあ、あ、また連れてきてくださいね。お前が来い。視聴者の皆さん、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。動画がいいなと思ったらコメント高評価いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。 Twitter とインスタもやってますので、よかったらフォローしてください。では
では次回の動画もお楽しみに。またね。